SCP-347、服装について散々議論した後、この姿で写真に写ることを承諾した。アイテム番号、SCP-347。オブジェクトクラス、ユークリッド、カウンセリングが走行すれば、SCP-347 は将来的に政府と分類される可能性があります。特別収容プロトコル、SCP-347 はサイト、17内の5m×5m の居室に収容され、赤外線カメラの監視を受けています。居室にはシャワーとバスタブを備えたバスルームが備え付けられ、クイーンサイズのベッドやサモブランドの家具、肘掛ケースを2つに机と回転椅子、いくつかの書棚と DVD プレイヤー付きのテレビなど、彼女の要望通りの内装が整えられています。書棚の内容は主に冒険小説、ハーレクイン、ロマンス、アートブックなどです。彼女は収容以前に作成されたテレビ番組や DVD を見ることが許されており、また内容を審査された上で新しい作品を見ることも時折許可されます。SCP-347 は大体の時間を裸で過ごします。しかし彼女のリクエストに沿った服を揃えたワードローブとカツラ、化粧品も用意されています。標準的な1日3回の食事のほか、栄養調整のための食事が多少与えられることもあります。それらの食事はアップルパンの生地、ザクロ、チョコレートのアイシングなどに混ぜ込まれて与えられます。SCP-347 の居室は彼女が中にいると常に施錠されていなければならず、最低でも2人の職員が1時間、1時間ごとに鍵が破られてないか確認する必要があります。鍵を開けて良いのは職員のみです。SCP-347 は食事や物品を届けに来た職員との交流を楽しみ、会話したりふざけてみせたりします。しかし全ての職員は彼女とあまり友好的にならないよう注意しなくてはなりません。SCP-347 は最低1人のレベル2以上職員の付き添いがあれば居室から外に出ることが許可されています。その際は表情と挙動を視認できるようにするため、グリースを顔に塗布して手袋の装着が義務付けられています。職員は SCP-347 に裸以外の服装を外に出るとき勧めてはならず、むやみにそのことを下品だなどと指摘すれば顰蹙を買います。暴力や脱走の兆候を見せた際は即座に拘束し、居室に戻して施錠します。SCP-347 が行方をくらませた場合、赤外線ゴーグルを配布し、どんな怪しい兆候も即座に彼女の足跡として報告するようにします。安全のため、SCP-347 はこれまでのところ他の SCP と接触が許されていません。説明。SCP-347 は身長164cm、体重 55kg の青年期にある女性です。19から25歳ぐらいのごく普通の女性であるように思われるにもかかわらず、彼女は完全に透明です。この透明化は彼女の体内に入るものすべてに起き、また排泄物や唾などは彼女の体から離れると可視化しますが、血液や皮膚、毛髪のサンプルは透明のままです。さらに人間が物を見るためには網膜が光を反射していなくてはなりませんが、検査によって彼女は通常の視野を持つことが判明しています。SCP-347 は自身をブラウンの瞳とウェーブのかかった黒髪を持つ混血の標準的な女性であると述べ、クラウディアと名乗っています。これは、透明人間の主演クロード・レインズから取った名前であり、偽名であることが強く疑われています。彼女の本来の蘇生は未だにはっきりしません。しかし透明であることは彼女の本質ではありません。SCP-347 はただならぬ鍵開けとすりの技術を持ち、小さな物品なら飲み込んで透明にしてしまう上、器用に目的の物品だけ胃から吐き出す能力さえ示します。彼女はこの技術を深夜番組のスティービー、スターのパフォーマンスから学んだと述べています。SCP-347 はローカルニュースに廃墟のポルターガイスト現象が取り上げられた際に SCP のエリア担当職員の注目を引き、において回収されました。赤外線カメラによって人型の発熱体が確認されて確保された後、いくらか思案して暖かい食事と雨風をしのぐ場所はあるかと質問。肯定されると自ら進んで財団の保護下に入りました。彼女は断固として語ろうとはしませんが、おそらくストリートと廃墟の建物群に数年間住み着いていたと見られます。幽霊現象、と見られていた2件の殺人といくつかの事件もまた彼女の仕業だと目されています。
確保された当時、彼女は精神的に不安定で暴力的な傾向を見せ、脅迫的に盗みを犯し数日の間会話すら拒んでいました。古典的なカウンセリングが彼女の症状に効果を発揮し、今後もカウンセリングを継続すれば積年の心的外傷から回復し自立が可能であると考えられます。SCP-347 を他の SCP と引き合わせることが提案されています。彼女は社交的で、自分が変わっていると見られることなく交流することを楽しむと考えられるためです。しかし無視された場合、彼女は表面的な注意を引くよりも物品を動かしたり盗んだりしてからかうことを好みます。眠っていたり、注意を払っていない人と二人きりになれば、叩いたり毛布を払いのけたりすることに注意する必要があります。SCP-347 はこれらの行為を、いいと思ってやった、と述べており、被害者が恐ろしいと感じていてもお構いなしです。SCP-347 は可視光の下では透明ですが、紫外線や赤外線カメラでその姿を確認することができます。ほい。ライツ博士からすべての男性職員に対し、SCP-347 から深い関係を求められた場合丁寧に断るべきだとの提案がなされています。文書347-1を参照。文書347-1、彼女は見えない盗賊です。彼女と別れたの奇数秒もしないうちに、鍵やポケットの中身がなくなっていることに気づくでしょうし、あなたはそのことについて責任を求められるでしょう。さらに言うなら、透明人間が妊娠するのは私たちにとって最も好ましくないことでもあります。ライツ博士、